皆さんこんにちは、通訳案内士の横山です。今回は高知県香美市の龍河堂にやってまいりました。パチ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 ということでね、高知県を、代表する鍾乳洞ですね。今ですね、入り口のところにいますけどね、向こうにね、お土産物屋さんとかね、食堂が並んでまして、で、山の中腹からね、入り口になってますんで、エスカレーターかもしくはですね、この石田をね、登って中腹まで行くということになります。大体ね、全長30分ぐらいなんですね。すいません、再入場します。はい、ではね、早速ね、入っていきたいと思います。天然記念物のね、史跡ですね。一回ね、入ったんですけどね、なんかその映像が途中で切れてしまってね、再度撮影というね、すごいこう悲惨なというかね、まあ非常にがっかりしたですけど、まあね、気を取り直してね、最後ね、撮影したいと思います。結構ね、歩くんですよね、ここ。今いるね、高知県の香美市っていうのは、高知県のね、高知っていうあの県庁所在地からですね、東に車で1時間ぐらい行ったところでしょうかね、のとこにある山あいにあるところですね。ちょっとね、先行くとね、アンパンマンミュージアムがあったりしてね、アンパンマンって作者がね、高知県出身なんですよね。あとここの近くにね、龍馬歴史館っていうのがあってね、蝋人形、坂本龍馬のね、蝋人形がね、いっぱいあるとこがあって、そこはね、おすすめですね。まあ龍馬が好きな人も嫌いな人もね、すごく楽しめると思いますね。結構ね、こう狭いとこ多いんですよね。なんか太ってる人はね、結構ね、通れない人もいるんじゃないですかね、これは。これがですね、石花蓮ですね。サンゴの天井とね、壁一面に広がるってことで、本当にこうサンゴ礁みたいなのがね、こういっぱいへばりついてる感じですよね。まあ、これ小さいね、鍾乳石なんですよね。で、光をね、反射してね、まるで石の花がね、咲き乱れるような感じってことでね、ライトアップするとすごく綺麗ですね。下はね、歩きやすいですね。これがね、先人の輪ですね。一陣はね、約 1.5 メートルってことでね、最もね、天井が高いところですね。30メートルぐらい歩いてますね。すごく高いですよね、先人の輪。鍾乳洞でね、今ね、龍河堂にいますけどね、似たような名前で龍泉洞ってのありますよね。あれは龍泉洞はね、あれ岩手県で東北地方ですよね。で、今いるのがね、龍河で、
あの川の方ですけどね、高知県ですね、香美市ってですね、香美市ではね、香る、美しいって感じでね、香美市ってですね、ここも結構ね、頭がかなり気をつけますね。外はね、今ね、雨降ってるんですよね。鍾乳洞のいいところはね、雨降っててもね、関係ないっていうかね、観光ができるってことがね、いいですけどね。ちなみに大人ね、1200円なんで、ここは結構狭いですね。ドームみたいになってますね。雲の架け橋、中央に浮かぶ白い石の橋、水の浸食を受け石灰岩が削られ、このような形を作り出しています。まあ、確かに雲みたいですね。雲の影なんですね。シリウムの影です。2番目に大きい影ですね。すごく、ね、勢いよく水が流れてますね。これがね、清流石ですね。ちょっと形がね、美しいですね。これがね、記念の滝ですね。高さ11メートル、道内最大の滝ですね。放送修行の後ということでね、1892年にね、徳島県自福寺の和尚さんがね、3週間立てこもって修行されたってことですね。すごいですよね、こんなところでね、修行されたわけですね。これが天光石と絞り町ですね。高さ11メートルになる石の芸術品ってことでね、なんかカーテンをね、こう絞った感じですよね、これね。2つね、よくコンサートホールでね、よくある端っこにあるね、カーテン絞ってるんですね。神棚もありますね。
これがね、鍾乳石の出来方ってことでね、上のね石と下の石がねくっつくわけですよね。1センチ伸びるのに100年かかるらしいですね。本当にすごく時間がかかるわけですね、形成されるのにね。これ上と下がくっついてますね、これちょうどね。これは竜宮殿ですね。非常に美しいですね。これなんか男性のものみたいに見えますね。サボテンの丘ってことでね、サボテンみたいですね、これね。本当に石の芸術品って感じですね。奥の千本って書いてありますね。尖ってますね、これね。クラゲ石ってことで、本当にクラゲみたいですよね。ジェリーフィッシュストーンってことで。流歴棚って書いてますね。流歴棚、棚ですね、これね。流行、水がね、流れ落ちるわけですね、これね。このすだれみたいになってますよね。恨みの滝、高さ6メートル、石の形状が流れる滝を思わせるってことでね。滝みたいですよね、これね。現在地ですね、これデジタルサイネージですね。非常に分かりやすいですね。もう3分の2ぐらい来てますね。今15度ぐらいですね。玉すだれの滝ってことでね。すだれのような高さ6メートル、幅4メートルですね。本当にすだれみたいですね、これね。双葉山のへそすり石、おへそをすりむいたという強小な通り道ってことでね。確かにここね、太ってる人きついですね、これね。双葉山、しかし力士がここ来たんですね。よく許可がおりましたね、これね。下手したらスタックしますね。シャンデリアですね。シャンデリアみたいですね、これね。ちょっと暗くて見にくいかな。鮭の石。
結構狭いですね。しんどい坂。坂がね、ずっと続いてますね。通天門。しんどいですね、やっぱりね。やっぱね、椅子がありますよね、もうね。リラックスできるよね。これがね、右がお釈迦様、左がね、マリア様ってことですね。なんかどっかでもありますね、これね。あ、でも本当に似てますね。お釈迦様とマリア様がいますね。人の形、お釈迦様の方はちょっとね、分かりにくい感じがしますけど、足っぽいのがありますね。もちろんね、あの人が削ったわけじゃないんで、自然美ですね。晩鐘殿、数人の僧侶が居並び読経を行っているかのような、読経してるわけですね、これね。お経を唱えてるわけですね。大阪峠、もうすぐですね。で、これね、プロジェクションマッピングでやってるんですよね。奈落、高さ30メートルも底の見えない穴、奈落。あ、ここに穴がありますね。奈落の底に落ちるって言いますよね。再創度で、これね、上でね、プロジェクションマッピングやってるんですね。首の部分があります。カニの角。これね、プロジェクションマッピング見ることができるんですね。
ロシですね、ロナードですね。古代の人々が狩猟で食べたものをね、焼くために設けたロナードですね。まあ要は人が住んでたってことですね、これね。撤去第一室。生活の場でしたと。昔の人はこれね、雨風をね、しのいでたわけですね、これね。はい、ということでね、出てきました。ここにね、休憩所があって、ここに自然植物園ということでね、龍河洞は自然環境に恵まれ、その周囲にはいろいろな植物が見られますということでね、まあ、いろんな、ね、植物がね、生えてるんですね。三宝山という山のね、322メートルの山ですね。結構疲れますね。愛ですね、これね。はい、ということでですね、今回は、高知県香美市のね、龍河洞ですね、龍河洞をね、散策しました。まあ、本当に見応えのあるね、鍾乳洞で、まあ、大体30分から40分ぐらいでしょうかね。非常に歩きやすくいいですね。ただちょっとね、アップダウンがね、結構ありますからね。まあ、歩きやすい格好でね、行けばよろしいかと思いますね。ということでね、今回ね、龍河洞でした。